どうも、ミツでございます。えっ、ー、とですね、あの、YouTube 慣れてなくて、えっ、ー、と、スマホの向きがですね、ちょっと逆に、ま、縦向きでちょっと撮ってまして、あの、パソコンで見てる方とか、あと、インスタグラムから飛んで、あの、YouTube 見た方がですね、ちょっとこの、端の方が黒く切れちゃってるっていうことで、 え、ちょっと調べたら横向きで撮らなきゃいけないっていうことがわかりまして、あの、めちゃくちゃ初心者なんで、えっと、それでですね、あの、100円ショップの、え、c a n d o で三脚をちょっと買ってきました。で、今三脚につけて、あの、撮ってるんですけども、これがまあ、あの、三脚の下の部分のやつで、ま、これにこう、なんていうんですかね、ここ、あの、つけてっていうことなんですけど、ちょっとこれ今、 これがあの三脚つけてあの撮影してるんで、ちょっと外しますね。でですね、こんな感じになってまして、えーっとですね。ま、こう、うんと、これがまあ三脚の下の部分ですね。これですね。あと、これが、えっと、こ、ここの部分ですね。だから、あのー、 この下のがもうちょっと長い方がいいっていうことだと、まあこっちになるんですね。うんとですね。ただこれあの、ちょっと横で撮影すると、まあ、こっちの方ですよね、この辺。この辺までちょっと映っちゃうんで、ある程度ちょっと机片付けた形じゃないと、ちょっと撮影しにくいのかなっていう感じには思いますね。え。 今回はもうあの超初心者が、えー、ちょっと失敗したんでこれからちゃんとやりますっていうことで、え、ちょっとあの動画アップしましたので、え、またよかったら見てください。それじゃ、またね。バイバーイ。